はい、こんにちは、ジョマです。先日お話ししていたテープがもう早速ね、来ました。オープンリールデッキね。で、開けてみて思ったより全然綺麗ね。ただ経年、年月が経ってるだけで本当にこう綺麗に保管していくなっていう感じで、こういうところね、もう綺麗です。で、さっきちょっといじって、ちょっとだけね、もうほんの10分ぐらい前、ランプついて、あれ動かないなってね、やったんですけど。で、ここですね、スイッチが。まずここにオンのスイッチがあって、これやるとにわかになんか、こうって、ちょっと消えちゃうんだね。あ、なんか動いてるなっていうことがします。で、今ストップで、これが、フォワード回りました。もう感動しました。すごいガチャガチャっていうのがね。で、反対側、これ多分反対側はダメです。ガラ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 とか言ってね、さっき全然回らなかったんですけど、ちょっと回りましたね。何かちょっと分解してやれば治りそうですね。これ反対回転できないと、あれかな、カセットテープで言うと巻き戻しができない状態。で、これ取るとメカニックのところが出て、すごいですね。ガチャッと。ちょっとするとこれが何か知らないんですけど、これ、下に全部書いちゃって。反対側。ちょっとここにテープの擦れ跡があるんだよね。で、ここにこうメーターもついてて、他のスイッチまだ何も確認してないんですけど、まあ、とにかくそうですね、6500円で初めて買って、回ったんでこれでほぼ満足です。で、もう一つね、こういうのと違う、似てるのがあったんでね、それもちょっと今検討してるんですけれども、これトリオですね。ここに RCA コードを差し込むとこがあるので、普通にアンプにつないでね、音出すと思います。アースがついてて、あと何にもないですね、ここにね。下も何もないです。相当重いです、これ。15キロとかね、ありそうですね。で、ソニーを、ね、リールがついてた。ああ、これはもう嬉しかったですね、これだけで。これだけで感動です。まさかね、自分が生きているうちにと言っちゃ変ですけど、まあ、オープンリールをね、目の前にこう動かせるとかね、思っていなかったんで。これ音出たらさらにね、感動でしょうね。まあ、言ってみればカセットテープのね、大きいやつっていうだけのことかもしれないんですけど。こういうゴムとかもね、YouTube の方がおっしゃってましたけど、ゴムとかあるのかななんておっしゃってましたけど、まあ、こういうとこのことですよね。かっこいい、とにかく。それで今ですね、このスピーカーも買ったんで、ブックシェルフ型のね、デノン、これもかっこいいんですけど、これのデビューしようと思っていたら突然届いたので、まさかこんな早くね、届くと思わなかったんで。うわぁ、すごい。すごいかっこいいです。ね。もうなんか、ちょっとすごく大げさですけど、夢の世界にいるみたいですね。はい。ということで、ひとまず、届いて、フォワード回転で
することが確認できました。で、これとね、リールとテープがついててね、この値段っていうのは、ね、よく売ってるのこれがついてないんで、これついてないとね、この軸だけ回ってもね、なんてことない。これが回ってるっていうのがね、すごく感動ですね。これをもう、ちょっとしばらくね、遊んでみたいと思います。ということで、届いたご報告でした。ありがとうございました。